はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。みつです。第34回目だったかな、確か。うん、多分34回目です。キングダムハーツ2の実況やっていきたいと思います。お願いします。で、今回はアトランティカがね、進めるようになったので、ちょこっとだけ進んで、で、まあ前回も進めていたハロウィンタウンの続きをやっていこうかなというふうに思っております。続きというか2回目ですね、回っていきたいと思います。じゃあまずアトランティカからいこう。確かマグネラをね、覚えたからね。なんだっけ、あの男の人、名前がまだ出てきてませんが、エリックかな、ちょっと忘れちゃったけど、落としたなんかペンダントみたいなやつ取りに行きましょう。うん、やってみよう。アトランティカの曲はアンダーザシーしかわかんねえから、なんともあれですが、私は帰ってきたなんだドラえもんか、ウルトラマンかありがとう、ソラ。これであの人も喜ぶわ。誰が喜ぶんだって？パパだ。パパ、お前は人間の恐ろしさを知らんのだ。人間が恐ろしいなんてパパが言ってるだけよ。私は自分で確かめてみたいの。そしてパパに教えてあげる。人間にも素晴らしい人がたくさんいるって。ありえる。ここではっきり分からせてやろう。他に道はないのだ。やるしかない。あちゃ、なんか無印の時もこんなことあったよねなんか壊してさ、なんてことって言って言っちゃった覚えがあるけど。ああ、かわいそうなアリエル来たアースラ、王国から追放されたのに。その通りだよ。あんたが悩んでるって聞いてね。かわいそうで、いても立ってもいられず、こうしてきたのさ。あんたの恋、私が叶えてやろうか。パパがお許しになるはずないわ。おやおや、その程度の恋心だったのかい。どうやって私の願いを叶えてくれるの？そうだね。思うに、まず人間になることじゃないのかね。そんなの、無理だわ。私の魔法を見くびるんじゃないよ。なんと、フランダ、陛下に報告だ。うん。おう。どうだい、すぐにでもお前を人間にしてやるよ。ちょっとした契約を結んでくれればね。契約？そう、契約。人間にしてやる代わりにお前の美しい声が欲しいね。そんな。それからね、魔法の効き目は3日間だけ。3日後の刻限、つまり夕日が沈むまでに王子とキスできなければ、お前は二目と見られない醜い姿に変わってしまう。まあ考えようによっちゃ厳しい条件かもね。なんといってもあんたはトリトン号の娘。アトランティカのみんながあんたを愛してる。父親の言いつけ通りにしていればいいんだ。その恋を諦めさえすればいいんだから。こんなチャンスは最初に最後だろうけど、無理強いはできないからね。騙されてはいけませんぞ。邪魔して悪かったね。私は行かなくちゃ。余計なお世話だったようだ。恋を諦めるなんて辛いね。待って。サインすればいいのね。契約成立。さあ行くよ。
ダメだよ。ソラ、アリエルを止めてくれ。待て。大変だ。アリエルは息ができないよ。起きて、目を覚まして。あ、大丈夫かい？かわいそうに。声が出ないんだね。君はどこから来たんだい？それは僕のペンダント。君が見つけてくれたの？ありがとう。ねえ君、落ち着くまでお城で休んでいきなよ。なんだかうまくいってるみたい。トリトン号に報告した方がいいんじゃないかな。それはできん。これ以上陛下の心配事を増やすなんて。じゃあどうする？とりあえずアリエルの様子を見守ることにしよう。仕方ないか。曲はやんないのかな。どうなんだろう。あれ、どこだ。あ、ちょこっちか。行ってみましょう。まあいきなり人間になったらな、歩けるもんなのかな。ずっと見てるつもり？他にどうしろと言うんだ。アースラに責任を取らせようよ。アースラが言うことを聞くはずがない。やってみなくちゃわからないだろ。そうだな。何もしないよりはマシだ。アースラのことは頼めるかい？もちろん。セバスチャンは？それが国王陛下に呼ばれたんだって。アリエルのことかな。トリトン王に知られたら大変なことになるぞ。隠してたんだからなおさらだ。アースラは？じゃ、すごい。こっちの様子は？契約の期限は明日の夕方だよな。見て見て。あ、見えないよ。
じみたいだよ。ふぅ、びっくりした。じゃあ僕たちはアースラを探しに戻る？うん、そうしよう。アースラの手がかりなし。どこへ行っちゃったのかな。ああ、ずっと泣いてるんだよ、アリエル。あなたのそばずっと離れない、そばにいたいの。微笑みかけて私に、歩いて走って日の光浴びながら、あなたと二人の、あの女の人はアースラに化けてるんだ。よし、僕は一体。エリック。やっぱエリックだった。君は、その声は。お願いだ、もう一度声を聞かせてくれないか。エリック、私の名前はアリエル。そうだ、やっぱりそうだ。あの嵐の夜に僕を助けてくれたのは君なんだね。ああ、僕はなんて幸運なんだ。僕の愛した人が命の恩人だったなんて。エリック、ちょっと待ちな。あれを見るんだね。時間切れさ。怖い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 。アリエル、怖え。這いずり回ってきたんだけど、怖え。怖いですね。待て。邪魔するんじゃないよ。この通り契約があるんだからね。さて、アリエルをどんな醜い姿に変えてやろうか。そんな契約はなしだ。その通り。なんだって。パパ来た。偉大なるトリトン王ともあろう者が契約を破ろうってのかい。まったくとんでもないね。まあいいさ。さあトリトン、これを見な。待てアースラ、契約には従う。しかし、アリエルは話してくれ。どういう意味だい？あんたがアリエルの代わりになるとでも言うの？ああ、仕方あるまい。陛下！あら。あら、なんかミギーみたいになっちゃった。ミギーみたいになった。ついにやった！パパ！こんなトリト、怖くもなんともないね。離して、パパを元に戻して。おお、かっこいい。エリック！何をするんだい、人間の分際で生意気な。すげえ、水中ですげえな。よく撃てたな。いい加減にしろ。みんなまとめて片付けてやる。
わわわわわ、炭が。意外とアトランティカのワールドが長えぞ。ミュージカル、アースラを倒そう。今回から丸を連打するゲージが、登場するよ。丸を連打してダメージを与えよう。はい。まあ、無印の時とは違ってね、ミュージカル風にアースラを倒していきます。さあ、お楽しみください。でかい。でかい。ちゃんと体力ゲージあるんだね。ちょっと待ってよ。王国を追放された恨み忘れはしない。自業自得だろ。ルツさん、ジェットさん。私を待っていた可愛い弟子たたち、ほらそいつら懲らしめておやり、そうはいくかって。おやおや小さい人間だ、エリック王子しつこいよ、アリエルを奪い取られた恨み、日が暮れたかい、諦めるもんか。その息だ、応援するぞ。ルツさん、ジェットさん、私を待っていた可愛い弟子たたち、ほらそいつら懲らしめておやり、残念でした、もう倒しちゃったもんね。出してやる、お遊びはこれまでさ。あんまうまくねえな。いや、連打のタイミングが早すぎてビビったんだけど。それはどうかな。おお、すげえ。うお、危ねえ危ねえ。危ねえよ。どんな問題？それを開始だ。ああ、もちろん。チェーン！おお、すげえ。貫け！ピッコロ大魔王みたいになった。ああ、エリックすげえな。沈んでった。すごい、なんか映画見てるみたい。さあアリエル、もう大丈夫だ、こっちへ。アリエル、ごめんなさい、エリック。私、本当は人魚なの。なんてことだ。隠していてごめんなさい。困ったな、エリック。さようなら。もっと真面目に泳ぎの練習をしておけばよかった。え？アリエル、今からでも遅くはないよね。教えてくれる？やった。パパ複雑。
ワンダーオブアピス、魔法力が高くブリザード系で当たるダメージがアップ。使わないかなアトランティカこれで終わりだっけな。どうだったかな。エリック王子いいやつだし勇気もあるよな。しかし人間ですの。まだそんなこと言ってる。アリエル、トリトン王はどうだった？サラたちのおかげよ。またね。あれ？それだけ？行っちゃったよ。忘れるところだったよ。セバスチャン、国王陛下がね、今年のお祭りは特別だから最高のミュージカルにするようにだって。最高のミュージカル。なんだよ。お前たちに頼みがある。え？わ？無理だよ。素晴らしいアイディアだと思った。まだあったっけ？なんか忘れちゃいましたが。まだなんかあんのか。セバスチャンのアイディアを、実現するには魔法のサンダガが必要です。サンダガね。なるほど。どうしようかな。意外とアトランティカは時間かかっちゃいましたが、ちょこっとだけハロウィンタウン行こうか。2周目ですね。行きましょう。前回ではブギーを倒しましたが、果たして今回は。またこの博士が余計なことするのか。なんだこれ。わしの理論は間違いない。とすれば、あいつらが持ってきた材料に問題があるとしか思えん。助手を間違えたか。この博士は一体何を研究してるんだ何のために研究してんだろうね。なんだ？プレゼントだ。お、サンタだ。ちょうどよかった。これを運ぶのを手伝ってくれないか。結局サンタしてるんだ。きっとサンディクローズが落としたんだ。届けてあげようと思ってね。届けるだけだよな。いやだな。もうサンディの代わりをやりたいなんて思っちゃいないよ。それずっと着てるんだ。ああこれ気にしない気にしない。せっかくサリーが作ってくれたから着てるだけさ。さあ手伝ってくれるんだろ。さあジャックが仲間になりました。ジャックはこの格好で戦うのね。よしこれでいきましょう。まあ、これでいきましょうって言ってもさ、別にパーティーを変えてるわけじゃないからね。いいんですが。サンタさん、お届け物です。これはどこにあったんだ。ハロウィンタウンに落ちていたんですよ。困っているだろうと思って届けに来たんです。なるほど。しかし盗まれたプレゼントは他にもたくさんあるのだが。盗まれた？ひどいな、僕を疑うなんて。その格好では仕方あるまい。
僕がどんな格好をしたっていいじゃないですか。わかりました。こうなったら僕たちで犯人を捕まえてみせます。うん、では任せよう。よし、ソラ、ドナルド、グーフィー、行こう。勝手に行くことになった。へえ、うん、なんか割れたよ。セーブポイントがあるよね。一旦セーブします。さあ、割れた音が聞こえたところに行きましょう。なんだ、2階の工場の中から誰かの話し声が聞こえてくるの。様子を見に行きたいんだけど、なんだか怖くて。なんだこれ、サンタ、ミニサンタ的な。これなんか宝箱とかないのかな。ここはあれですね、前に来た時にブギーと戦ったところですよね。特にない感じですかね。よいしょ。おー、なんかちっこいのがいる。なんだ、あーごめん、来ちゃった。なんかこの辺に宝箱ありそうな気がしますが、ないんだね。ちょっと待って、お前たちか。何さ、クリスマスプレゼントを盗んだろ。関係ないぞ。でもそれも面白さ。逃げろ。さあ、クソガキどもを捕まえましょう。あれだろうね、きっとハロウィンが舞台だからいたずらっ子ってことなんだろうな。3人組をマジックボックスに閉じ込めて捕まえろ。なんだよ、うん、あー復活しちゃったじゃん。ちょっと時間経ったあれか、復活しちゃうのか。ちょっと待って、撃ちにくい、こっからじゃん。はい、オッケー。めんどくせーめんどくさかった。盗んだプレゼントはどこだ。取ってないってば。それじゃあここで何してたんだ。実験体の、材料を探しに来たんだ。実験体？博士が作ってる友達さん、あたいたちの子分にするんだ。そういえば博士はここのところずっと何かを作っていたな。クリスマスプレゼントなんてつまんないんだよ。全然怖くないし気持ち悪くないし。そうそう、ここにはろくなものがないや。ハロウィンタウンへ帰ろう。歩き方かわいいな、おい。トコ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 っつって歩いてたな。
あの子たちが犯人なのか？どうやら違うみたいですね。とすると、サリーだ。サリー、よかった、空たちも一緒だったのね。何かあったの？ハートレスがまた広場に現れたの。知らせた方がいいと思って。俺たちの出番だな。ハロウィンタウンへ戻ろう。待ってよ、プレゼント泥棒は放っておくのかい？そういえばハートレスたちはプレゼントで遊んでいたみたいだけど。わかった、犯人決定。ハートレスが犯人だったわけですね。さあ、ハートレスタイムに行きたいんですが、今回はここまでにしておきましょう。ツイッターとブログやっております。ぜひぜひ覗いてみてください。今回ちょっと長めだったのかな、なんかボリューミーだった覚えがあります。では次回の実況でまたお会いしましょう。バイバイ。